はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は12月の16日日曜日。時刻の方は10時27分です。ピュピュー。ピュ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 ,ピュー。はい。そんなわけで今回は視聴者 Q&A になります。いやー、面白い質問をいただいちゃった。ね。はい。えー、っとね、こんな質問が 先ほど来ました19分前ですねはいえっ、ー、とデボイさんね投稿ありがとうございますおじいさんはファーウェイとジェット TE のレンタル WiFi は使い続けるんですかってことだよねうーんいい質問だね <laughs> これね ZT とファイウェイね、締め出し大作戦ということでね、今、世間、話題だよね、すごくね、おじいの場合は、自分としての判断なんだけれども、レンタル w i f i ファイウェイと ZT のレンタル w i f i あ,あとなんだっけな、au はどこのなんだろうな。 i イビデオから借りてる au、これどこのだちょ,ちょっと待ってね。よいしょ。シャキーンはルペ。わあ、両手が使えるよ見やすい。えー、っとね、この au 端末はね、あれどこ製なんだろうシール貼っちゃったからわかんないや。 あのシールベタベタ貼っちゃってあってちょっと分かんないやねあのー、これも含めてえー、っとねおじいは使いますでその理由ですえー、っとただしただしなんだけどもあの目、ー、しろこち。 おじいの場合は、この ZT の V580 ね、あの、これはシム入れて使ってない Wi-Fi だけで使ってるんだけど、まあ、大した内容は入ってません。で、まあ、もしこれをスマホで使ってたら、これは使うことはしなかったと思います。で、とりあえず今これはあのシムが入ってない状態で Wi-Fi で使うだけなんで、これは別におじいの中では、あの、情報が何もないのでね、あの、これはただゲームとか、あの、なんだっけ、あの、 中心アプリを使うためのやつさんで、あと、インベーダータコとかね。なので、ショーのアプリなんで、これは、あの、まあ支障がないと、個人の判断をしています。で、肝心なレンタル Wi-Fi なんだけれども、これは、あの今、今、i ビデオと、あの、モナ Wi-Fi、Fi、ね、両方から借りてるよね。うんと、うん、ちょっと待ってよ。そうだよね。借りてるんだけれども、おじいは個人的には、あの、 使い続けますで、モナ w i f i からはあのソフトバンクの SIM 単品ね、これも一緒に今あの提供を受けてるので、まあ、それは全然問題ない話よね、SIM はね。これから SIM の時代がやってくるかもしれないね、もしかしたら。で、あの、まあ、端末なんだけども、どこのレンタル会社もファーウェイとジェットオほぼね、 もう1色、ーっと2色か、ね、ドゥワーッと埋められてると思うよね。でね、今回の問題なんだけど、あのー、スマホ、スマホの中に情報を勝手に発信するねあのチップで埋め込まれてるっていうね、あのそういうことなんで、まあ、例えば、おじいのジェット TV580 も含めて、 ね、あのそういうものが含まれているので、まあな、何かしらメインで使うのは危ない、いろんなクレジット情報だとかね、あのいろんな個人情報を含めてであの、どこで何してるかとかね、GPS 情報とか、そういうものも含めて、ねあの、全部の情報が抜き取られているわけなんで、なのであの、危ない、中にしまってあるもの、写真とか音楽とかね、そういうものも含めて、全部、LINE のやり取りがないから、全部、すべてのものが、出現状態。 になってると思うと怖くてメインでは使えないよね。それであのおじい的にはねそのスマホスマホはちょっとやばいなと思うのであの今言ったおじいみたいな使い方でないとあの現役の指紋を指してのスマホとしてはちょっと怖くて使えないなっていうのがおじいの判断です個人的なね。 それで、えー、っとね、Wi-Fi に関してなんだけども、例えばこのレンタル Wi-Fi のこの端末に何かチップが仕掛けられてるとしてね、情報が勝手に発信されるとしても、こ,この中の情報って何だろうって思うんだよ、おじい的に。 それで、あくまでもスマホと連携するにあたって w i f i もしくは Bluetooth での許可しかしてないんだよね。で端末側はその電,波を電波のやり取りすることに対しての,あの許可をいちいち取らないと機能が使えない、そういう仕組みになっているんだよね、一個一個のセキュリティでで。その あのアプリをインストールするとおじいが別の動画で言ったようにアプリをインストールするごとにあの機能の許可この機能の許可っていうのをやってるからそれでアプリを許可しちゃったら勝手に情報を抜き取られてるよハッキングされてるよっていうねこれはあなた自身があのやってるんだよっていうことだよねそれは自業自得だよっていうお話をし,しましたでもシップに s i で埋め込まれちゃったら もう不可抗力、もうあの自己防衛ができないわけです、これがね。そういうことでしょ。それで、そのアプリ上の制御をするのは許可だよ、許可。その,あの何を、何の機能、この機能、あの機能ってものすごいたくさんある中で、一個一個を許可しないと連携して使えないわけなんだよね、結局。それで、Wi-Fi と Bluetooth を使うための 許可をこのスマホに与えるわけでしょ要は。そうすると、この ZT とかファーウェイのこの端末が Wi-Fi の利用許可をもらってるだけであってこの中のアプリとかあの住所録だとかねクレジットカード情報だとかそう,そういうものを抜き取って見に,見に行く許可とか 発信する、ね、勝手になんか発信する許可とかを、権限を許可してないでしょ自分で与えてないでしょしかも、ないでしょ電波を使う許可しかないから、この電波の2.4ギガイと5ギガイのこの電波を使う許可だけで、この中の情報を吸い取られるってことは、あの、まず、ないよね。そう思わない。おじはそう思うんだよ。だ普通にね、 あの知識がないから全くわからない素人考えなんだけどもあくまでもこのスマホの中に何か情報があったとしてもこの電波の使用許可しか与えてないわけだからなんかねあのー、おじい的にはファーウェイとジェットティーの w i f i 使ってるからといってこの中の情報みんなじ勝手に情報発信されてるのかなって思うんだよそう思わない <laughs> 普通に冷静に考えると。だから、おじいは、あの、ま、勝手な独断の判断なんだけども、レンタル Wi-Fi は、おじいは、別にそんな気を使うことはないという、勝手なね、勝手な個人的な、あの、思い過ごしで、これからも使っていきます。で、これが、あの、Wi-Fi 機器に関しても、こういうものが危ないんだっていうものが、あの、情報がね、出回ったら、 あるんだったらそこはまた考える時期が来るんじゃないかなと思うけど今のうち危ないのはあの情,報情報が入っている端末に対して発信をしてしまう要はその情報制御されてしまうそれ自体が危ないということなんで,でこ,れこ,これはあのアップルとか iPad とかおじいが使っているやつでそれが組み込まれているわけでもないし あのおじいのところにあるねこの弓いデジさんの A3 プロこれだってあの別に埋め込まれてるわけではないし、ね、あの排除対象にはなってないただ同じ中華端末っていうことで同じ目で見られてしまうっていう、ね、例えば日本人がね悪いやつがどっかの海外のねあのフランスとかイギリスのね あの観光地に行っていたずら書きをしたとか日本人はなんて悪いやつなんだって言ったらねみんな我々みんな日本人は悪いやつって見られちゃうっていうねこういうとばちりと同じようにこういう端末だとかねあと他の弓出地とかねそこラへフを見られてしまうで例えば ZT ファーウェイのこ,のこういう端末にしてもまあどうせまあ何かしらなんかあるだろうってね考えても当然だしまあもう めんどくせえから、使用のできないメーカーのものは全部ダメだってね、これは当たり前の話だよね。そうでしょだからね、あのー、そこはもう、試験的に JTT f i r e w はダメだっていうジャッジが下るのは、これは致し方がないなと思っています。そこで、ね、あとは、あの、レンタル Wi-Fi について、 でこれが問題があるようだったら、あのー、企業として、ね、あのモナ w i f i とかアイビデオとかが、あのー、判断をして、ね、圧力があってこれはあの使えなくなるんだよということでそういう判定があるんだったらお客様に対して何かしらの連絡が来るだろうし、ね、で突然、今日から使えませんということはないわけだからあの1日から使えなくなりますっていうねであの長期契約している方はまあ返金処理なならないそういうものがあると思うしね。ね あのー、そこのところは、ね、レンタル w i f i に限ってはあのー、ちょっとまた別問題だなって感じはするんだよね。で、まあ、それに関連してなんだけども あのー、よいしょ。ちょっとね、新しい情報、ちょっとあの、関連情報としてね、この、これも拾っとこうね。じゃあね、えっ、ー、と、花火さんの情報をね、拾っていきましょう。えっ、ー、と、まあ、ちょっと最初序盤関係ないことからね。おじい、こんにちは。タマツは1万円単位で仕入れてるみたいでしょ、ってね。えっ、ー、と、仕切り値、ね、的には9800円ぐらいかな。この OCN の話題だよね、今日のね。あの、ファーウェイ P20 ライトのお話です。 で、各社ではファーウェイの端末の吐き出し大会が活発ですね,ってね。一番やばいのは SIM フリーですよ。SIM フリーの擬的が一番取り消しやすいのでリスクをどうするかだけですね。キャリアモデルは擬的消されても暫定的に期間限定で使える製造番号が控えられているので SIM フリーは製造番号を控えていない擬的が取り消され日本国籍のある人が使うと電波法違反になります。 ファーウェイは国内で利用禁止になった場合は、三大キャリアは返金、それ以外は格安シム会社による、えっと、以上、ニュースを大阪からお送りしました。おじい、どっちでもいいねボタンなんですね。うん、男前ってことだよね。ありがとう。まあ、そんなわけでね、またちょっとここで、あの、気になる内容があるけれども、まあ、普通にだよ。あの、この、 えっと、ファーベージェッィ t の端末、日本シェアか、かなり取ってるよね、確かね。うん、と間違ってたらごめん。えっと、3分の1くらいなかったっけか、確かね。で、これがね、あのー、ここだけ普及しているものが、突然、ああだこうだってなったら、すごいことになるでしょ、普通に考えて。ね で個人的なことに関しては国が関与できないし自主的なものに頼るだろうしじゃあ契約しているものはどうなるんだっていうことに対してじゃあそのキャリアのものは使えるそうでないものは使えないとかねいや儀的があったのに儀的が取り消されたらあの使えないとかねあのそこら辺はねどう考えてもおかしいんだよ。 で、例えば車のメイクにしても、今までそうでしょ昔の人は、あのー、ね、限定会場、あのー、大型のバイクとかもね、おまけでくっついてきたとか、ね。で、元気なおじいで言ったら、ほら、あのー、普通免許持したけどもね、あのー、中型になったでしょただ、中型の、あの、上の枠のところは乗れないよって、まあ、限定、で確か11トンまでとかっていう、あのー、正し書きがあるんだけども、あの、結局、今まで乗れてたものが乗れなくなったら、 あの社会的に大問題になるわけなんだねパニックになるよねだから新しい人は免許を取り直したけどもあのそれまで乗れていたものはあの乗れるようにしましょうっていうこれがあのやっぱ判断なんだねお国としてのね当たり前だよこれねでこういう端末これはね日本の危機なのであの企業だけでなく個人的にどれぐらい危機感を持ってみんなが受けてる っていうお話なんだよでもあくまでもそれは表向ききれい事の話であって実際問題背に腹変えらないみたいなそういう考えが多いわけだからあのそこは分かってるけれどもってね実際大半の方はそんなの関係ねえっていう人がね多いと思うんだよ。じゃあ,あの技的マークが取り消されたからどうなのか。 技的マークがあの通っているものに関してはそれをあの取り消したかといってその時通って通っていったものがねあの通ってて近使いでそれを判断してお金を出して出費してるわけだから国がじゃあ全額品あのその分お買い上げするとかねそんなことをするわけないでしょね。 だからね、あの国民の財産を奪う、マイナス不利益に陥れる。これはあの一部のちっちゃいものじゃなくて、大きな問題だから、そこまではね、できないと思うんだよ。おじいはね。勝手な判断でね。勝手な判断っていうか、思い込みだよ。おじいのね、一意見だよ。だからね、 あのーまあ、今のこのシムフリー端末に関してねキャリアものは大丈夫そうでないものは危ないっていうね、まあ、花火さんが言ってるだけでねちょっとあの信のょう性がね,ね、あのー、やっぱ、あのー、他の全く関係ない方と比べてみたらね信憑性がねすごい高いので、あのー、確率的に言ったらねああって思うけれども、ね、でも実際まだそれがねあのー いろんなことが行使されるまでわからないよね結局まあそうなるかもしれないそうなる予定であるねでもそこはまだあの現実のお話じゃないからねうんまだわからないでも先のことを考えると不安だよね でこのレンタル w i f i に関しても同じメーカーのやつだからって一、ね、人くくりになってるけども、したらどうなんだろう、じゃあ国内の企業がじゃああのファーウェイ、JTT 扱ってるものを全部撤退というとまたどえらいことになるからね、あの今出てるものに関してはとか、まあ、いろんな、まあ、個々の判断に任せるようなやつしたって、一番重要なところをあの、あれでしょ、<laughs> そこが一番重要なんだよって思うよね。 三大キャリアはどんなことこれ,これは違ったか誰かのお話したかえー、と、他の人のコメントにあったんだかな確かねう。まあいいやちょ、ちょっとごめん。えーとね、うん。またちょっと他のコメント、他のコメント、ちょっと拾っとくね、うん。それで、あともう一個。 ま、日本ではっていうけど、まあ、日本の中で商売するには5に入れば5にした回なんだけども、あの、アイビデオみたいな会社っていうのは日本で唯一、あの、海外のレンタル Wi-Fi 会社だよね。で、日本に支社がある。それで、あの、海外の方に対して旅客に向けて貸し出しをしてる。これがメインなんだよね。で、こういう会社の場合ってどうなるんだろう って思うでしょあの台湾の方ではどういう判断なんだろう台湾の本社。ねで、おまけにこれを海外の人に貸し出してるわけだし海外の人が技敵が取り消されてもあの日本国籍がもう持たない人が使う分には全然関係ない,ないわけだしねあとなん日本国籍がなくても何だっけ日本人でもうんと なんか条件なかったっけか確かまあいいやそれはいいやねだから海外の人に対しては儀的は全く関係ないわけあの電波法違反にならないよねあの6か月以内とかあの異常件はあるけれどもねだからそんなの関係ないっていうのがあるわけだしでまあおじいの場合は i ビデオが多いので モナ Wi-Fi がどうなるからね、結局ね。モナ Wi-Fi。Fi、モダ Wi-Fi の場合は、どういう判断をするんだろう。っていうことだよ。ね。それ以上でも、それ以下でもないでしょう。でも、モナ Wi-Fi の場合は、SIM は使ってるからね。100GB プランでまあうまく使えばね、200GB ぐらい使える。SIM を使ってるので、その SIM を使えばいいわけなんだけどもね。 でも、あのー、レンタル w i f i ZT とフ a r w a y 以外のものを使うという選択肢もあるわけで、まあ、そうなると SIM 以外では何があるのっていうと、まあ、元気なおじいが今借りている、ね、この i ビデオから借りているこの au の,、ね、この端末、これちょっとこれどっかっ、どこだけど、これどこだろう、これファーウェイとかだったらちょっとショックなんだけど、ちょっと待って。 これもう何日かも電源出てねえからな、入れっぱなしだったからなあ。あ、大丈夫かなちょ、ちょ、ちょっと待って、起動するまで待って。あ、これ操作できないじゃん。これ、これないじゃん。これ、電源しかないんだよ。あの、メニューも何もないんだよ。そういえば。これそうだった。何にもできないんだよ、これ。あの、コントロールとか、リセットしかできないんだよ、これ。あの、ま、電池がない、電池がない。 これね、何もできないんだよ。えー、っとね、au 私、これね、どこのメーカーだ、これ。ってさっき見て、ここにはなかったから、あのこれパコって取りたいんだけど、どっから取るんだ、これ。バッテリーのとこ見ればわかるもんね。あれ、これ、どっから取るんだろう、これ。よよ よ、よ、こうでもないな。押してもダメなら引いてみな。ダメだね。おかしいな。どうやってバッテリー交換するんだろう。バッテリーが交換できないタイプだったりして <laughs>。必殺の。これ、これ、型番なんだっけちょっと待ってね。あの、これ、ちょっと重要な問題なので、えー、っと、型番。 ちょっと待ってね。なんとか十一だったんだよ。確か H がついてたかな。H がついてたファーウェイだよね。えー、っと、あれちょっと待って。h w d 十一、あー、なんかファーウェイ臭いなー。<laughs> h w d 十一ってファーウェイ臭いな。<laughs> <laughs> えーっとね、うん。ちょっと待ってね、えっと、Wi-Fi ウォーカーっていうんだね、これがね、Wi-Fi ウォーカー LTT、えーっと、携帯個人ビジネス向け Wi-Fi ウォーカー,ー LTT のご案内です。えーっと、 メーカーどこなんだよ、これ。えー、っと、スペックのとこ見てみよう。スペック。ああファーウェイだ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 英雄タマツもこれもファーウェイだどうせーファーウェイでしたうわー この必殺英雄端末もこれもファーウェイだったんだね。ちょっと待って、そうすると、あの、海外、グロ、グローカルミ、えーと G3 とかは、あれ、グローカルミーっていうのはあれ、会社全然違うよね、確かね。あ,あっち系しかないのかじゃあ今、借りるとしたら。二つあったよね。グローカルミー G3 ともう一個あったよね。惜しい、動画残してるけど。<laughs> <laughs> どうせこの英雄だったらいいだろうと思ったんだけどダメだったか激震ってことだよねまああの今、まあ、言ってるようにねおじいの場合はでもあの、まあ、重要なものを使っているものっていうのは、まあ、ほとんどないねまあこれあの一個あのペイペイとかね、うん、あとまあひもじけのやつがあるから、まあ、一個はあれだけどうんまあ普段普段使いしてねえけどな うん、まあ,しあの iPhone だからね iPhone はでも全然大丈夫でしょうだファーウェイのレンタル w i f i 使ったからあの、ね、さっき言ったように電波の使用許可しか許可してないわけだからね、うんうん、でそこから抜き取るってったらあのそんなもんで電波であのアクセスしたら抜き取られるんだったら ファビュアとか、ああいうで公衆 w i f i とかそういうのが危ないからセキュリティを入れようっていうのがあるけど、全部抜き取り放題になっちゃうもんね、結局ね、ハッキング放題で、まあ、実際にそうなんだけど、うん、だからそういう問題考えてもね、まあおじいの場合はあの何言っても同じていうか、まあ、それを言ったらまあパソコンも危ないし、なんでもかでもみんな危ない、全部危ないとてことになるけどもね、おじいはレンタル w i f i は使ってるよ。うん ね、えー、っとソフトバンク請求確定うん301円ありがたいねほんと301円他のなんかあの昨日の情報303円って言うけどなそこでなんで2円違うんだろうねおじいは301円でおじい込みでそこの差額,差額の2円がどっから出てくるんだろう そんなわけでね、えー、今回の質問のアンサーになるんだけども、元気なおじいは、あのモナ Wi-Fi と i ビデアのレンタル Wi-Fi を使っています、ね。で、まあ、結構長期にわたってね、あのー、この間もあの延長、ね、渋谷って1年で申し込んだし、あの結構長らく使うかなと思ってるんでね。 今のところやめる予定はありません。使い続けます。で、あとこれに対してなんだけども、例えばレンタル Wi-Fi 会社とかが何をするかというと、じゃあ他のメーカーの Wi-Fi をとりあえず用意して、それにあの順次交換対応っていうことになるでしょ。で、今の現行のファーウェイとか ZT の端末は、 あのー、旅行客向けにとかね、そうやってやっていくとは思うんだけど、でも、そんなにそんなね、規模が大きすぎて、この話って、そこまでの末端の企業うそこまでなんていうの、あのー、経費を追ってやらなきゃなんないまでの、そんなあの圧力っていうか、それを強制的に国がやらせるかってったら、やらせないよね、おそらくね。 どうなんだろうな、これ。本当難しいけど。で、使えなくなったら使えなくなったでしょうがないから、それ以外のものを考えなきゃなんないけども、レータルが Wi-Fi 会社も、あのなんていうの考えるよ。このままじゃ、あのおままの食い上げになっちゃうから。そうでしょ専門でやってるところ、どうしようかなって。あの知恵のあるところをね、 あの力を持っているところは何かしら考えるよ、ファーベイトジェットティー以外のものをね、あの他のところもガン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 出してくるだろうし、そういうものにあの切り替えていくだろうし、あの最終的にはとりあえずシムで乗り越えるっていうね、そういうお販売勢力でやっていくと思うけど、でもどうなるんだろうね、疑問だね、今あるものを、ま、あのすぐに使えなくするというのは、多分無理だと思うからね、うん、使える間はおじいは使っていきます。 これが今回回の D ボイさんに対すする回答としますあとおじいの場合まあ幸いなことにねあのー、この携帯電話はまあ電話で使ってるけども大事な情報ほとんどないしで、うんねあのー、データは止めてあるし、うん、インターネットは一切使わないしそういう設定になってるし、うん、で他のアプリもさ 余分なもの変なものを入れないし、いらないものをどんどん消してるしね、そうだね、困る使い方はしてないんだよな、個人的に。だから逆に、メーカーだとか、企業とかがバタ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 してるだけで、元気なおじいには影響ないよね、これね、あんまり。レンタルバイ替え会社が動きがあったら、おじいにも影響があるっていうことだよね。 あのレンタル w i フ f i がなくなっちゃったらおじいのチャンネルの,あのメインの軸がなくなっちゃうわけだからどうするのっつってねあのカフェラテのコーヒー抜きとかさカレーライスのカレー抜きになっちゃうじゃん結局やばいじゃんねそんなことにはなんないでしょうねとりあえずおじいお昼ご飯のこと考えようねはい 面白い質問ね。ありがとうございました。でもみんなが思うことでね、ほんとね、おじいはどうするのってね、おじいは皆さんとあの同じようにねあの、重要な使い方を全くしてないので、まあ、あのパソコン、重要なものはみんなパソコンなので、なので、端末はどうでもいいかなって感じだね。そこらセキュリティはあの、あんまり重視してないというのが現状です、ね。はい。そんなわけで、おじいでした。ごめんね、こんな答えで。他の人とは違うでしょ。 これがおいなんだよ。またねバイバイ <laughs>